さてと、で、今これが16時35分か。で、公益スタッフで41分発ってのが出るみたいですね。で、41分発は公益始発やから7番乗り場からやから向こう側に渡らなかったんですね。なるほどなるほど。じゃあ向こう側に渡って41分、まあですから6分ですから、まあちょうどいいですね。急いでわーって行かなあかんそれでもないです。でもうそこにスカイツリーやったな。あ、こいつですね。こいつでオールロングですけど、名古屋まで移動ですね。よし、こっちか、こっちからなんか言ったけどね、どうかなの。こっちの方でいいや。名古屋行き急行が発車します。通った通った。お待たせいたしました。名古屋行き最大線列車となります。さあ、無事富田まで戻ってきましたね。まああとはもう戻って帰るだけなんてね。まあまあまあ、どういう感じでまとめようか。取り留めがなさすぎて困ってるところやけど、まあ一体どういう企画名でやってんだろうな今回。うちの場合はこういうことがありますからね。まあとりあえず内容はお前に戻ってきません。あとでね、400円のところだけね紹介して終わろうかなと思いますけど、はあ、とりあえずまあいろいろと回りましたし、まあ天板も使えたしいいかな。冷やし前菜も食べたし、おう、こんぐらい気合入ってきた。ってことでね、ちゃちゃっとね、対策等と変えていこうかなってところですね。よし、意外とやっぱ前菜あれ持ち帰り結構入ってましたからね。腹持ちいいな。よし、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 さてと、で、富田のところがこっちね、まあ行きこっちからね、通ってましたからやけど、この間のところね、まあ、ちょっと車通るやんところですけど、スーッと抜けてったらね、よいしょ、まあこの前あの三岐鉄道ターミナルね完全制覇の旅ってやった時に通ったところですね。そう、行き品はねからここからスタートって感じで撮ろうかなと思ったんけど、ちょっとねまだ学生さんがね部活やってるところやったんでね、もう横がねすぐこれ志向なんでね、四日市高校、ね、あのめちゃくちゃ頭のいいところですね。そうそうそう。
私はね部活やってましたんでね、よいしょよいしょよいしょ。ここは背中が行きの普通列車か、まあまあ言うて移動の多い旅でございましたからね、まあまあ十分ね元は取れ全然取れてますからね。今回も切符の元はそうそう、やっぱこうやって、ね、途中で降りたりね、したりするね、ぶらり旅にはねフリー切符っていうのはありがたい存在でございますからね。そうそう、これ多分普通にやったら一回ちょっと計算してみますけど結構いいお値段になりますからね。この貸し会場行って帰ってきてるだけとはいえね、多い時だったらもっと途中下車バンバンやりますけどってことですけど、でそうここね、ここのねこの通りの先のとこにあるんだ、はい、こんなとこにあるのね。そうだからね結構細くてね、ここからここがかってこういくか、そこから曲がっていけるのかなっていうぐらいちょっとかなりピーキーな場所であるんですけど、多分ここを曲がってこう今日ここを曲がってグリーッグルグッて入ってきたんですけどね、まあまあ大変なことで、まあ前払いして1日4時点で入ってですね、まあまあ1日止めとくんやったら安いし、まあ洗濯してあるじゃないかな、まあまたね出入り口交差点のところとか一応取ってね出そうかなと思いますのでね、4つ目の方でですかもな、それは最近更新できてないからという感じでね、とりあえず今回のね旅はまあこの後は変番餅食べてね美味しくライブ放送でもやろうと思いますんで、そう今日ね今晩ライブ放送なんでねこんな感じでやっていこうと思います。ということでねこの動画はとりあえず以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。